金金世の中金金金世の中金ということで、またオープニングをね、このアカペラで歌っております。はい、どうもペーターです。信長の野望申請実況やっていきたいと思います。はい、では金世の中金金の亡者真田昌幸編の第5回かなとなっておりますので、やっていきたいと思います。はい、前回北条家滅ぼしまして、徳川と次は戦いになるというところまで来ております。まあ伊達とはね、ちょっとね、別に、まあ、戦わずに、ずっと停戦し続けてるんですけど、まあこの豊臣と向かう時には停戦してくれる相手がいないので、ちょっとね、気にしとかなきゃいけないのかなという状況ではあるので、まあ豊臣と戦う前にこっちにね向かうことになるかもしれないんですけど、ちょっと削っとかないと守れないんでね。はい、まあこっちに全勢力で攻め込まないと勝てない相手ですから、ちょっと伊達を攻めてっていう形にはなるかもしれませんが、とりあえず徳川滅ぼしを今回で終わらせていきたいと思います。ではまず領主の設定を、前回取ったところでやっておきたいので、どうしようかな。まあ、前線に、まあ、江戸城とかは強い武将が絶対に置かなきゃいけないと思うので、北条氏輝とかっていつまで生きてられるんだろうな。寿命がいつなのか知りたいが、とりあえず北条氏輝を大将にして、氏政もちょっと後ろの方で政務をやってもらいたいんで、どこに置こうかな。政務寄りのところがいいな。北条とかに置くか、遠いけど。ありがたき幸せ、とりあえずここに置く。で、江戸城に宇治のりとか置いたら強くなるでしょ。妖怪の喜びぞ。宇治国も一旦、宇治国こいつ死んじゃうのかな。まだ若いんだけどな。とりあえず一旦ここに置いておく。お任せください。もしかしたら回復するかもしれんし。感謝いたす。感謝いたす。まあ江戸城はとりあえずね、強化しておきましょう。んで、この辺だよな。大蔵寺正成ももうおじさんだからな。おじいだからな。やっぱ武将不足だよな、どう考えても。いや、これしたら政務が下がっちゃう。こっちは読み込めませぬ。それなりに戦えて、佐竹ツタは長介のところのやつだけど、まあもう幸せ、ここであれを開拓をしてもらわないといけないから、開拓というか城下を作ってもらわないといけないんで、阿部ちゃんとか、いや真田朝がちょっともしかしたら委任になったかもしれんな。いやダメなんだよな。おい、いねえじゃねえか人材が。おいおいおい、北条氏輝使うしかないやん。おいおいおい、人材不足が深刻やな。深刻な人材不足だな、マジで。ちょっとね、どうしましょうかね。深刻だな、マジで人材不足が深刻だな。正樹どこに、マスさんどこにいるのか。マスエキが言ってるんだ。いらなくね、マスエキ。心得申した。
受けたまわった。成田海とかもね、ちゃんと置きたいんですけど。陣を整えよ。敵勢打ち破ったり。よし、取ったよ。敵将を縛り上げなさい。徳川の武将は多分優秀なやつ多いから。お待ちあれ。始めようぞ。でももう96年まで来てんのか。ちょっとみんな年齢がやばそうだな。お、宇治国回復してる。やっぱり怪我だったのか。いやでも都市的に病気も全然あるんだよな。堀田作兵衛馬術持ちだからつってずっとあれだけど、まあとりあえず大蔵寺正成でもいいか。もう仮だよ。もうマジで委任とかにできないから、もう誰が内政できて誰が内政できないのかちょっと分かんないんですよね。内政力が全然わからない。水原さんはダメな気がする。そうだよな。大蔵寺正成は多分できるけどできない。今は藤正はしといてもらおう。1200かって感じだな。稼ぎ、とりあえず江戸城は強化しましょう。強いと思うんで、ここの城はさすがに強いはず。成し遂げてみせますぞ。徳川と合戦したいな。やり遂げてみせましょう。徳川と合戦をしたいところだが、豊臣がちょっと攻めすぎてんだよな。やっぱ宇治国あれやな、病やな。お疲れ。収集。万歳。お聞き入れくだされ。ちょっともうこの年代になってくると武将がいなくなるんだよな。困ったこれはどうしようかな。マジでまた月の稼ぎが1万超えそうですね。稼ぎ1万9400に見えますけど、実際はあれですからね。この義軍団収支で分かるんですけど、領地の収益1万8000ありますからね。1万8000あるけど、支出のところの政策で8800とか減ってるんで、9000ぐらい減ってるんで、で1万ぐらいしかない、まあ9000ぐらいしかないって感じなんですよね。だから実際稼ぎは今1万8000あると、この領地数で。ただまだね、全然作れてないところいっぱいあるから、これ全部内政にしたらどれぐらい稼げるんだろうって感じだな。一つよろしいか。援軍出せんの？どこに攻めれるの？伊達か。いいわ。いいわ。多分大して出してくれないんだろうし。正幸、兵糧あんまないけど、あ、買えばいいのか。兵糧買っていくか。じゃあ、そろそろ。そしたら出陣しますが、ここ攻めたいから90日。よし行こう。雪村がさ、どこにいるんだっけ。美濃輪にいるんだっけ。雪村も遠いよね。雪村も一緒に行こうね。ちょっとまだ兵糧回復してないけど、礼
じ伏せてくれる。この辺の強いやつと沼田って誰やっけ。沼田はガメツだっけ。スガルか。スガルためのぶ、まあまあもう行っちゃったからいいか。お使いいたします。開発してもらうか。この辺の強いやつも兵糧あんまないな。はい、佐竹は行こう。佐竹義重は行こう。立川でしてくれましょう。立川狙いじゃ多分あんまり来てくれないから、一瞬解除しとくか。申し上げます。東洋もするし、焼き打ちはとりあえずいいや。金山開発もするし、始めようぞ。領内小作もするし、春日山連打まだ全然余裕ありますよ。やり遂げてみせましょう。春日山連打しよう。成し遂げてみせましょう。開発したら移るっていうのもありだよな。まあでも稼ぎ的にはここにいた方がいいんだけど。任されました。軍友両乱でやりたいですね。ちょっと部下がいなすぎるし、なんかこういいあれがないですね。あのやってみましょう。いい部下があんまりいないのと、いい調略先がいないですね。そしたらみんなで八王子攻めっていう感じにしたら、ま、みんな回ってくるよね。ここに集まってくるでしょ。ちょっと早い。宇治照さんちょっと早い。皆の者進むぞ。8部隊くらい集まってくれれば。イフ中で3つぐらい取れへんかな。城攻めは良き策か。貴殿にわしを扱えます。集まってきてくれ。行くさぞ。準備を万端整えよ。8部隊来い。10部隊いる。でもちょっと待って、こっちが少ない。5部隊しかいない。ちょっと一旦下がって集めよう。動くぞ。続け。行くさぞ。よし、陣を整え。立川で戦いやな。 OK、 10対9。いいよ、これで威風注意いきましょう。でも今日はできん。よし、威風中どんだけいけるかな。まあ、1個は城取りたいような、少なくともな。我らが価値を大いに掲げよ。お、いったんじゃね、3つ。まことか。はい、やっぱ場所選び大事。そしたらもうこのまま2手3手くらいに分かれるか。多分先頭の軍団は、いや、こんなにはいらん。ここに行って戦いに行ってなろうか。やったぞ。で、後ろのやつらはここ行こう。城を奪いに行こうぞ。間のやつらどこに行ってるか分からんから、ちょっと待って。こっち行こう。城を奪いに行くぞ。こいつ正幸もいないのね。じゃあこっち行こう。小田原狙い。城攻めですか。あと指示もらってないやつおるか。こっち行こう。城攻めに行こうぞ。宇治照さんもこっち行こう。城を攻めます。小田原組がきついか。城攻めを始めるぞ。さあ次はおらんか。待ってるんやって行こう。よし、
資源埋まってるならこっちを落としてこようぞ。で残りで小田原攻めで、ついてまいれ。 OK、 これでいいだろう。そしたらこの間にやっていきましょう。そしたら制作とかして、これで足軽大将増やしてね、やっておく方がいいでしょうね。だから裁量権以上とかもしときましょうか。受けたまわりましたぞ。プラス 20% はでかいはず。この辺あんまり欲しいのないんだよな。常備兵もしなくていいしって感じだよな。射撃場とかも無理だから、厩舎とかもないし。皆良き働きだった。はい、なぜ作り場を落とし、直江ってまだ38歳なんや。記念のあるいいね、直江来たよ。直江は何で入るの？侍で入ってくれ。足軽か。まあまあ、足軽大将やった。まあまあ、そのうちすぐ上がるし。あの城を奪いに行く。即攻めです。この城はいただきました。はい、ナイス。ナイス、たまたま。直江そんな若いんやな。そらなんかあんまり献身時代に出てこないもんだわけだ。この城は我らが落とす。この毒が見えてたんで、うぜえ。ミラ、名を開けよ。だってええて。ふざけてんじゃんね。お、越後屋長介一旦作ってないんだな。じゃあちょっとさっき心得ましたぞ。やってもらおう。そしたら真田さん、あ、陰になってる、陰になってるよ。そうか、陰に変えられちゃうのか。陰にはダメなんですよ。陰になってるとおらんか、他に。陰は反則だから。陰は反則だから。内政縛りなんですよ。お、陰になってる、陰になってる。陰は反則なんですって。ちょっと反則してたかもしれない。るためのはできる。真田朝はまあまあ強化してもいいが、作れてない人のところを作りたいよな、どうせならな。したらもうちょっと惜しいやつのところに、宇治のりとか惜しいやつのところに直江は上がりすぎるな。こいつでいいや。ギリ70をいっぱい作りましょう。ギリ70いっぱい作って79 58 58くらいのやつを上げれないのかな。めっちゃ弱っとる。まあ上司に領地追加はしといてもらって、まあさ、まあ、さ惜しいだけど、まあ、出払ってますね、みんなね。もう合戦はしません。おお、矢沢さん。矢沢さんと誰しんだろう。こっちから回れ。早々に掌握します。あ、宇治君死んでる。おいおいおい、若いのにお前が最初に死ぬんかい。知り尽くしかあるまい。宇治君どこやって、この辺にいたよな。あれ、宇治君どこに落ちたっけ。
藤国はあれにしてたんだっけ、侍大将じゃない、あ、領主にしてたんだっけ。運だな、マジで。感謝しております。村松殿とかにこう勇気春友とかつけて、山手殿つけたら何で書いてる、それは。今いるやつの。真田信勝とかに誰か置いて、いや42なのお前セーブ、まあ、直江でも69までしか上がらんやん。まあでも誰かしょうがないやつでもさ行くんじゃね。ほら大関高松、弱ってる大関高松でも行けるやん。いやここだから同居してんのか。成田海ですら行くやん。成田海って言うじゃん。妨害の幸せ。来たらあとはこの5人しかおらんの、この4人しかおらんの。ちょっと今 出払いすぎ。上進いたします。本田正信とかも攻めてるからいいわ。考えがあります。からこいつ深くを取ったわ。オッケー。観念せよ、縄を打て。感謝いたします。徳川滅びそう、もう時期滅ぶ。こっちから攻めて徳川家の武将もらえるようにこっち残してますか。いいんじゃないか、それは。いい作戦じゃないか。このとこまで攻めてこんだろう、さすがに。ちょっと見て、西も攻めてんの。あー、すごい。すごいことになっている。これ、やべえな。でも、だって天下統一レベルやもんな、完全に。まず、うち従属してるからね、これ。豊臣に従属してますからね。我が武を示す時が来た。よし、こいつ強いんだよな、80ぐらいあるし。いいよ、もう帰って帰ろう。皆の者、騎乗する。時間かかってんな。こいつら、忘れてた、こいつら棒立ちや。わかり申した。こいつら棒立ちです、ここで。何をしてたんだ。落とせなくなっとる。追加の陣出さないと。北条氏輝は長生きなんやな。この城主、さっきのあいつにするか。この人、名前が分からない。デウラかイズーラか、そんな感じだろうか。お聞き入れくだされ。煉獄投与とか聞くのかね。聞いていただけますか。港も建てましょう。稼ぎどうなってる。1万お待ちあれ。戦ぞ、陣を整え。外交進んでなくない。え、なんか外交進んでなくない。戦が始まるぞ。頂上です。いや、台風マジで絶対来るよ、もうそろそろ。あ、えらいこっちゃ。
案外やっとかなあかんなっていうか、敵勢を退けたり、考え水路作らんからやらんでいいかと思ってたけど、ダメだ、考えしないと。心得申した。内政大事ですよ。2周解除しておきます。しんどいや、温泉も作っとこう。受けたまわりました。考え、そうだよ、災害回避力が上がるんだよ、これ絶対言うよ。これが何より大事やんっていうか、国門線の誓いは一旦いいから、これ先やって、承知いたしました。あと意外と大事なやつないか。忍者タイムいるけど、もう8000かかんだよな。金がいるんだ、金が立て込むんだ。家宝も買わんといけないし、心を金でつなぎ止めないといけないから言い方悪いけど、心を金でつなぎ止めないといけないんで、感謝いたす。これ政務だっけ、政務高い人の、こいつ80超えるなら、いや80代のやつが90超える方がいいかな。でもあんまり困ってるやついないな。直江にあげてもな、直江強いしな、もう十分。こいつ80代にするか。片付けない。これは武器か、武勇か。武勇なんていくら強くてもなんぼあってもええですからね。成田海強くするか。妨害の幸せで、これはウジテルにあげよう。ありがたく存ずる。これは知略か、知略は誰でもいいな。やめてほしくないやつくらいにこいつ行く。運に起用ぞ。これも知略やから、いなくなってほしくないやつくらいのこいつやな。ありがたき幸せ。竜騎兵だから大事。あとはもうこんな感じで上げていくしかないか。そろばん誰でもいいな。大道寺正成とかに入っとくか怒られるかな。それとも敵になればね、別にもう進むたさやけみ朝廷に献金できるようになるんで、ね、あれこれ落とせんかった。あ、神父あれか、豊臣が落とせなかったのか。取ったったら今のうちに。軍略の前に敵はなし。小田原落とせる、小田原落とせるよ。城を落としたぞ。よし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 。もう兵力カスカスやん。敵将捕らえたり。戦つですよね。お断りですよね。戦つも50歳になってるな。やりました。戦つも割と長生きのはずなんだよな。やりましたぞ。この城を落とします。帰っていいけど、小田原組帰って大丈夫よ。お指図を。戦が始まる。小田原城こそ強いやつ置かなきゃダメでしょう。どうしようかな。佐竹今どこにいるんだっけ。宇都宮か。こっちに来るか。落ちてこい。お前の喜びにござる。あ、そうか、この辺の、そうかそうか、言ってたやつするか。やったぞ。政務を上げるために70ないやつらに置くやつ。あ、磯野さんとかちょうどいいんじゃん。オッケー、勇気あると思う。ちょうどありがたいの。
いや低すぎ。ササなりますササなりますささんに大蔵大道寺とか置けば71。わし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 、63、20何本のやつには置いてもしゃあないんでね、多分もう全然無理だと思うから。あ、こいつとかちょうどいいんじゃん。58やったら、89やったら74まで上がる。ありがたく存じ、強い強い強い。そしたらこの辺を内政作る組にできるんで、またね上がると、稼ぎが上がると。誰だっけ、こいつか、違うな、こいつか、こいつでした。上司も決めていかないとな。上司候補がいねえんだよな。50とか舐めたやつばっかりだからな。くのへまさざにどうせ68しかないってことですよね。そしたら感謝いたす、宇都宮城の建設してもらおうか。佐竹がちゃんと作ってましたね。もううちの上司は政務が高い人ですからね、基本的には、基本ベースとしては領主領主領主。雪村のとこのやつばっかりや。いねえな候補が。そしたら今度は武勇で選ぶか。今日こいつだな。妖怪の喜びぞ。おいおいおい、上司候補がいねえっつってんのにまだ足んねえのか。敵勢退けたり。困るねえ。お待ちあれ。また機嫌ゲーだ。よし、ここまでか。行けるところまで攻めよう。上代タイムついてるけど。ついてこい。みんなついてまいれ。頑張れ頑張れ、攻めろみんなで。お、梅雪。梅雪じゃないんだ。3まで来たよ、レベルが。相手が悪かったと敵勢打ち破ったり。合戦は起こしません。縛り上げておけ。お、こんなまさずに、いいね。政務が高いね。もうそればっかり、政務が高いばっかり。敵に痛手を与えます。帰った帰った、よしよしよし、帰ったぞ。次なる手はいかに。そしたらさ、麻生駅のところの代官そろそろさ、あれなってない？八王子とかちょっと、こいつはもういけるよね、もういいよね。ありがたく存じ。八王子は内政わーじゃないけどもうだけど。お、これじゃんできる。内政にしてないやつ、イーテルはした。ここ多分城はそもそもない、城がないというか城主がいない。あ、小田原城内政できます。
人手がいません。人手がこの辺正では線も低すぎるんで無理。村松殿はいける。府中城は無理なんだ。阿部さん、阿部ちゃんいけるやないか。あと誰だ、内政できてないやつ、内政になってないやつ誰だ。小山田さん無理か。小山田さん脳筋やったな。それ OKOK、 また来たもう。その目に見せてくれるわ。はい、仲介仲介はい、仲介仲介話はついたな。イラつくだろうなめっちゃイラつくだろうな、マジで。お聞きいただきたい。もう城攻め落としてるからあれだな、破壊しまくるか。破壊してささっとろ。城攻めを始めるぞ。破壊しよう、破壊。あ、低いんだ可能性。あ、そうなんや、むずいねや。引く、あれ五分のところするか。始めようぞ。この城は我らが落とす。駿府まで欲しかったんだけど無理だったか。城攻めじゃ。今度はこの辺まで欲しかったけど。思ったより攻めが早いですね。柴田茂吉は東京欲しい。おじさんじゃないのかな。申し上げたし。おじいじゃなければいいけどな。我ながら不甲斐なし。失敗したんかい。兵を奮い立て戦ぞ。我らが城を落としたぞ。みんな山をしてた。願い石か、願い石か来てくれるの助かるよ。みんな来い。おマサラオ来た、いいね。申し上げますぞ。考えろ。シゲイも来たよ。柴田シゲイおじいじゃない、50人やんけ。我が主に力を尽くす。こっちや。貴殿にわしを扱えますか。こんなまさのもおじいなんだよな。高齢化やもう高齢化、ほんまに高齢化しとる。あー、もう人でも足りんしな。あれ、なんかあったっけ。柴田茂家を取り組み頭にしとくのと、政務が高いやつを組み頭にしときたいんだが、いないかい。あ、こいつまあまあ。感謝いたす。秋元もしとこう。秋元、あ、無理だ。人手が足りない。相馬としたね。こいつも別にいいやん。フォーマットしたね、侍大将だから上司にできるよ。うん、こいつ上司で、しかも政務高いから、政務高いからあれにできるよあれは買いも浄化方針決めれるよちゃんと。ありがたき幸せ。マジで武将足んねえ。あ、梅津。あ、でもこれ陰になっちゃうな。ありがたき幸せ。もうしゃあねえな、これ。
いやもう弱い弱い人たちをくじかりません。やばい、人手が足りん。もうマジであれで強化していくか、ここで強化していくしかねえ。一応上司いないところはなくなったね。みんな良き働きだ、観念せよ。よしよしよし、でも77。もう時間の問題ですな。やりました、いいね、破壊決まった。お待ち、まあ、大関高松が死んだ。お、豊臣秀吉死んだぞ。どうなんの、誰があれになるの、秀長とか秀頼、豊臣秀頼って誰、記憶にございません。上申いたします。いい実刑どんどん。いいね、影勝つ。影勝つってまだ若いのかな、もうおじいかな。お耳に入れたきことが、稼ぎがもう1万5000ありますね。やばいですね。やばすぎるな。いや、小田原強化しよう。朗報をお待ちください。豊臣とぶつかる前にちょっと伊達が鬱陶しいから、伊達の戦力を削ってもう押しとどめないと攻め込んでくるから、ちょっとそっちの対応に追われそうですね次はね。稼ぎ増えてきたから楽位置そろそろしてもいいけど、でもうそろそろ家宝なくなるよね多分。まだあるっぽいな。このちょっと忠誠低い組に与えるやつがね、どんどん良くしていかないと赤字で入ってくるかもしれんから。政務5か。政務5か。本田正純とかにあげてみるか。ありがたく存じる。地球儀は統率。じゃあこいつとかでいいや。ありがたき幸せ。裏切らないようにつなぎ止める家宝でございます。感謝いたす。本に来ようぞ。幸せ。部下がいませんのでね。白方と知恵比べいたそうか。戦となるぞ。夫人を始めよう。家康。家康待って。80何歳まで生きるよね確かに。聞くほかはなし。1616年かなんかまで生きるはずだから。やばいよ。20年おるってことやもん。化け物だよ。賞を捉えたわい。いいね。本拠地落としたから結構入ってくるかもよ。でもあんまり強いのいない。お使いいたします。お断りする。なんとありがたい。これで半蔵とか来てくれれば話が早いんだよな。物申します。上申いたします。誰みたいなやつばっかりだな。良き案がありますぞ。誰か知らんやつばっかり。考えがあります。要案があります。ちょっと調略見てみるか。労力がない。労力がない。おこいつも甘いな。お使いいたします。戦
花勝つとやってびっくりするやんけ。お使いしよう。お使いいたまあまあぐらいのやつが来ましたね。よし、しっかり勝ってきた。流言こんなんやな、やっぱり半蔵がいるからだな。お、小太郎、風魔小太郎。あ、こいつも強いやん。両方かけとくか。始めようぞ。今も稼ぎがすごいですからね。また稼ぎがまた1万5000を突破したんでね世の中金ですからね、やっぱり、ね、楽位置しとくか。はい、わかりました。5000減るけど、でも戻ってくるぐらい超人長があると。風魔小太郎にも調略かけていきましょう。あれ、やり遂げてみせましょう。そしたらまた授業で与えていかなきゃいけないが、どうしましょう。ダメなんだよね。いりませんって、もう与える人いませんっておい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 、おらんぞ。おい、マジか。これも犬になっちゃうし、犬になっちゃう人手がいませんよ。もうとりあえずあれか、もうこっち取っちゃうか。もう真田じゃない、徳川のところ。すんげえ兵力もう鬼攻めしよう、鬼攻めしよう。もうクール以上は今ちょっと調略かけてるんで後回しにします。やりました。よしよしよし、聞いてるぞ。流言聞いてる。流言食らってたらもう取ったら勝手に来るかな。こちらとかクルリ狙ったら、じゃあ城を奪いに行くぞ。こっちの奴らを全員クルリ狙うか。我らで城を奪いに参る。持ち込んで兵力を確保と。金やばいね、やっぱり世の中金なんで。金で強い武将も取れるし、裏切りそうなやつもつなぎ止めれるし、制作もワンバンできるし、世の中金です。マジでいいね。クルリが先か。よし、くれてやるわい。ありがたく帰らせてもらうわい。よし、よし、願いしかの先。奥平信政、松平康重、お水野勝成で強かった気がする。お聞きいただき、違うかもしれんがな。おお、そうだよな、35歳だし、いいね。もうこれはもう大エース。力を尽くす。貴殿を主と仰ぎましょう。お使いいたそう。あ、雪村が山本由伸やとしたらまた野球だけど、雪村が山本由伸やとしたら水野かさんどれぐらいかな。宮城ぐらい行っていいかもな。この恥辱忘れぬぞ。取り
1円買ったまさか。そうだろ、あんな聞いて。そうそう、取ってくれ、さすがに。引き上げるとしようじゃねえ、今攻めとんねん。今北条氏則までいなくなる。申し上げたし。伊達家とかも誰がいんのって感じだもんな。小十郎ぐらいしかおらんのちゃう。直ちにやりまする。成し遂げてみせますぞ。始めようぞ。どうぞお任せあれ。神父まだまだいけんな。成し遂げてみせまする。まだまだいける。必ずや全うします。必ずや全うします。やってみせます。どうぞお任せあれ。城攻めを始めよう。イエス入るんだ、うちに。知られたらいいわ。我らが城を落としたぞ。徳川をやっと滅亡させた。縄についていただこう。みんな来るかね。58歳かまだ。やっぱりまだ20年以上生きているはず。神明を落としてお使いいたす。半蔵がいつも来ないんだよな。まあでも半蔵以外は割と入ったんじゃないか。栄養も不足。よし、ではね、またちょっと長くなってしまったので、今回これぐらいにしたいと思います。もうね、豊臣との弁してるところはもうほぼほぼ徳川のところは全部取ったし、あとはね、伊達をちょっと削ってちょっと攻められないぐらいにしておきたいんで、まあ、次はね、ちょっと伊達とやってから豊臣との戦争になるかなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。またね、次回のね、頭にちょっと配置とかもね、考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。稼ぎは16,700ありますと。まあ、世の中金ということで、まあ、次回も金でやっていきたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。